白のスニーカーのこれなんかな、黄ばみ、こういうのね、これが、落としてほしいというご依頼です。一回ね丸洗いしたんですけどこれ落ちませんでした。今から漂白をねしていきます。50度ぐらいのこれ お湯が入ってます。でそこに秘伝の粉をね1、2、3、4、5、6、これは水のね量に応じて秘伝の粉の量を変えていきます。攪拌してあとはねこれを漬け込みます。これで保温をします。このクーラーボックスでやる意味はね、この保温ができるのが、なんかな、温度がかかった状態でこう断続的に継続的に漂白効果が得られるというのがね。で大体20分から30分ぐらいこれで漬けておきます。20分経ちました。ちょっとこれから開けてみようね。じゃーん、お湯気が、ちょっとこれなんかね消えとるように思いますね。これね見える、こっちはね、こっちは広かったというやつかな、はい、これもかなりいい感じでね綺麗になったんじゃないかなと思います。ただね、これこの状態やったら、なんかな、洗剤、漂白剤がここにたっぷり残ってるんで、それがまた黄ばみの原因になりますから、油水で中和という作業がこれから必要になります。ちょっとね、乱流しないようにね、ぬめぬめとかって、まあね、こういうか洗剤がね、つるつるした感じでなくなるまで、これね、だいぶ綺麗になってるんですよ。これどっちだったかな、この黄ばみがこの横側にいっぱい出てきてるね、ほぼほぼ分からぬようになってますね。これをね、まあ真っ白にする漂白と、まあ、ホワイトニングコースとしてちょっとね、オプションの袋かなと思って、酸性の液体ね、サワーが中酸とか中酸とかね、そういう酸性のね、まあオスでもね、いかんことはないんやろうけど、匂いがね、新しくはもちろん酸性でスッと締めて、ちょっとね、そっか、柔軟剤の役割になるね、酸性の約酸性のもので最終油水をします。あとは脱水してるけどね、